皆さん、こんにちは。仙台神宮整骨院です。この番組では正確な情報の提供に努めていますが、症状がある方は、まず医師の診断を受けてから、この番組を参考にしていただけるようにお願いします。今日は、バネ指についてお話をしてみたいと思います。美容院とかで診断を受けると、正式的な名称としては、断発指と言われますので、断発指イコールバネ指です。 どんな症状が出るかというと、こう指をこう曲げて、この指をこう伸ばそうとしたときに、ある一定の角度でこう伸びない、伸びなくなってしまう。で、こう無理やりこうぐっと伸ばそうとすると、ここでカコンとこう跳ねるように、こうバネ仕掛けのようにこう指が動くので、えー、まあそれが理由でこの断髪し、こう跳ねるですね。あとはこう動きが、 パコンとこうバネみたいなのでバネ指といいう,うに言われています。では、どういう方がなりやすいかと言いますと、手をよく使う方、包丁をよく握る板前さんとか、美容師さんとか、そういう方がなりやすい傾向があります。では、実際の患者さんのビデオがありますので、まずそれをご覧ください。行っていただいて、はい、そこ,こから指を開いてみてください。もうちょっと頑張って。 でもう一回握ってててくくだだささいいそのでみ私たちがこういうふうに、指をどうしてこういうふうに動かせるのかというと、この手にはこの剣というのが走っていて、まあ筋ですね。その筋が、えー、例えばこういうふうに、 手のひらにのこの中指ですけれども、この中指の部分にはこういうふうに剣が、それぞれの指にもちろん当然いろ,いろ剣があるわけですけれども、えー、中指にこう剣があります。それでこの剣が、指をこう曲げるときにはこの剣がこういうふうに縮んできて、えー、伸ばすときにはこの剣がこういうふうに伸びる。こういう一連の動きで私たちは指を動かしています。 ただこの剣というのはいっぱいありますので、この剣が、えー、所定の位置にちゃんと止まっていてくれないと、いろいろ、機能として困るわけで、この剣を止めるためのものがあります。例えば、こんな感じに、これは剣を止めるものが、 この手のひらの中には存在していて、これを検証というふうに呼びます。あの、検証炎の、えー、と同じ検証です。で、この止めるものを検証と呼ぶんですが、ここに炎症が起きるのがいわゆる検証炎ですね。で、この検証というの、ものがこの剣を止めていますので、この検証の中を、この剣が他のとこに指に行かないように、この中指にちゃんといるように、検証が 腱鞘が剣を止めていて、その中をこういう風うに剣が動くことで指を曲げたり伸ばしたりしているわけです。もう少し詳しく説明すると、大きな例で説明しますと、まあこれが、こんな大きくないですけど、剣、剣章ですね。この検証の中を、この剣がこういう風うに 伸びたり縮んだりすることで指を動かしています。何も問題がない方っていうのはこういうふうにスムーズに動くから当然引っかからないわけですけれども、このバネ指になる方というのは、ここの腱証の入り口に、まあ一種の老廃物ですけれども、こういう小石みたいなものができてしまうんですね。で この小石がこの検証の入り口、この部分に、この指をこう伸ばそうとするときに、ここに引っかかってしまう。これ引っかかったままだと指はずっと伸びないんですけれども、時々このこっち側にポンと入るんですね。ふとこの入ったときが指が伸びるときです。ただ当然指を曲げたり伸ばしたりって使いますから、また曲げたときにこの石がこっち側に ポンと出てくる。で、またこれをこっち側に伸ばそうとすると、またこれが引っかかる。たまにこっちに入る。で、また出てくる。これの繰り返し。この部分で引っかかっているのが、バネ指になってしまった方に起きていることです。それで、その石はどこにできるかと言いますと、この手のひらに 石ができるんですね。えー、伸びないのは指ですけれども、問題はこの手のひらにありまして、例えばこういうふうに、えー、この赤いのが、えー、検証ですね。で、この黒い点が、これが指にできた老廃物、一種の小さい小石みたいなものですね。で、この指をこう、伸ばすときというのは、指を伸ばすときというのは、この剣が、 こっち側にこう行くわけですけれども、この剣がこっち側にこう伸びようとするときに、ここにできてしまった、この剣章の入り口にできてしまった小石も一緒にこっち側にこう動こうとします。この時に引っかかるわけですね。ですから、直し方としては、この剣章の近くに小石があるから、この部分で、 引っかかるわけですからこの小石をもうちょっとこっち側の方に中央の方に動かすことができればこの部分での引っかかりが取れるということになりますちょっとこれはあのコツが入りまして何度も練習していただかないとなかなかうまくいかないんですがこれをうまくできると自分で引っかかりを取ることができるので、えー、練習していただきたいんですが、えー、注意点としてはあのこの部分 が炎症を起こしてて、こう、触っただけでも飛び上がるほど痛いっていう方がいらっしゃるんですね。で、そういう場合はなかなかできませんので、えー、まあ、痛みには周期がありまして、痛い時と、割と痛みが落ち着いてくる時がありますので、えー、痛い時はやらないで、痛みが少なくなった時に試していただきたいんですが、やり方としては、この、 指を多少こういう風に曲げていただいて、この小石をまず探します。中指が引っかかっているんであれば、中指のこの辺に手で触ることができますので、まず小石を探してください。で、小石が見つかったと思ったら、その小石を押さえるわけですけれども、押さえるときに、 これがこっちに行ってほしくないわけですね。なので、押さえるときに、こっち方向、こっち側に引くように、小石を押さえます。ちょっと指を曲げて、小石を探して、小石を下の方向に、こう、ぐーっと牽引するような形で、小石を押さえたまま上に行かせないようにして、この指をこういう風うに、 伸ばします。そうすると、ここで、ここが、グッとこっち側に引っ張ってあげると、あ、伸びやすくなった。という風に変わると、成功なんですが、これがなかなか、あの、<laughs> 一回やって、 初めてやってすぐできるというものではないので、えー、ご自分でよく練習していただいてコスを掴むと自分で直すことができますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。参考になったなという方は、えー、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。